ドストエフスキー作、中山庄三郎役、カラマーゾフの兄弟、朗読その1、誠に何時らに次ぐ、一粒の麦、地に落ちて死なずばただ一つにて、ありなん、もし死なば多くの実を結ぶべし。ヨハネ伝第12章第24節。アンナ・グリゴリエヴナ・ドストエフスカヤに送る。作者より。この物語の主人公アレクセイ・フョードロヴィッチ・カラマゾフの伝記に取り掛かるにあたって、自分は一種の懐疑に陥っている。すなわち自分はこのアレクセイ・フョードロヴィッチを主人公と呼んではいるが、しかし彼が決して偉大な人物でないことは自分でもよく承知している。したがってアレクセイ・フョードロヴィッチをこの物語の主人公に選ばれたのは、何か彼に卓越したところがあってのことなのか、一体この男がどんなことを成し遂げたというのか、何によって誰に知られているのか、いかなる理由によって我々読者はこの人間の生涯の事実の研究に時間を費やさなければならないのか、といった類の質問を受けるに決まっていることは今のうちからよく分かっている。この最後の質問は最も致命的なものである。それに対してはただご自分でこの小説をお読みになられたら、おそらく納得なさるであろうとしか答えられないからである。ところがこの小説を一通り読んでも、なおかつ納得がいかず、我がアレクセイ・フョードロヴィッチの注目すべき点を認めることができないと言われた暁にはどうしたものか。こんなことを言うのも実は誠に残念ながら、今からそれが見えすいているからである。作者にとっては確かに注目すべき人物なのではあるが、果たしてこれを読者に立証することができるだろうか。それが甚だおぼつかない。問題は彼もおそらく活動家なのであろうが、それも極めて曖昧でつかみどころのない活動家だというところにある。もっとも今のような時世に人間に明瞭さを要求するとしたら、それこそ要求する方がおかしいのかもしれぬ。ただ一つどうやら確実らしいのは、この男が一風変わった、むしろ鬼人に近い人物だということである。しかし偏屈とか奇癖とかいうものは、個々の特殊性を統一して全般的な乱雑さのうちにある普遍的な意義を発見する能力を与えるというよりは、むしろ傷つける場合が多い。鬼人というものは大抵の場合に特殊で格別なものである。そうではないだろうか。そこでもしも読者がこの最後の主張に賛成なさらずに、そうではないとか必ずしもそうではないと答えられるとすれば、自分はむしろ我が主人公アレクサイ・フョードロヴィッチの価値について大いに意を強する次第である。というのは、鬼人は必ずしも特殊なものでも格別なものでもないばかりか、かえってどうかすると彼が完全無欠の神髄をうちに持っているかもしれず、その他の同時代の人たちはことごとく何かの風の吹き回しで一時的にこの鬼人から引き離されたのだといったような場合がよくあるからである。それにしても自分はこんな実に味気ない雲をつかむような説明に浮き身をやつすことなく、前工場などは一切抜きにしてあっさりと本文に取り掛かってもよかったであろう。お気にさえ召せば通読していただけるはずである。ところが困ったことには、伝記は一つなのに小説は二つになっている。しかも重要な小説は第二部になっている。これは我が主人公のすでに現代における活動である、すなわち現に移りつつある現在の今の活動なのである。第一の小説は今を去る13年の前にあったことで、これはほとんどロマンなどというものではなくて、単に我が主人公の青年時代の初期の一節なのことに過ぎない。そうかといってこの初めの小説を抜きにすることはできない。そんなことをすれば第二の小説の中でいろんなことがわからなくなってしまうからである。しかもそうすれば自分の最初の困惑は一層紛糾してくる。すでにこの伝記者たる自分自身からして、こんなに控えめでつかみどころのない主人公には
一つの小説でも余計なくらいだろうと考えているのに、わざわざ二つにしたら一体どんなことになるであろう。それにまた自分のこの不遜なやり口をどうして説明したらよいであろう。自分はこの問題の解決に行き悩んだ挙句、ついに全く解決をつけずに行こうと決心した。もとより軽眼な読者はすでにそもそもの最初から私がそんなことを言いそうだったと早くも見抜いてしまって、ただ何のためにむやみに役にも立たない文句を並べて貴重な時間を浪費するのかと私に対して腹を立てられたであろう。しかしこれに対してははっきりとこうお答えしよう。すなわち自分が役にも立たない文句を並べて貴重な時間を浪費したのは、第一には儀礼のためであり、第二には何はともあれあらかじめ何か先手を打っておこうというずるい考えによるのであると。もっとも自分はこの小説が本質的には完全な一体でありながら、おのずからにして二つの物語に分かれたことを喜んでさえもいるのである。読者が最初の物語を通読された以上、第二の物語に取り掛かる価値があるかないかはすでにおのずから決定されるであろう。言うまでもなく、誰一人何らの拘束を受けているわけではないので、最初の物語の2ページぐらいのところからもう二度と開けてみないつもりでこの本を放り出しても一向差し支えはないのである。しかし公平な判断を誤るまいとして、ぜひとも最後まで読んでしまおうというようなデリケートな読者もあるのではないか。例えばロシアのあらゆる批評家諸君がそれである。かような人たちに対しては何と言っても気が楽である。つまり彼らがどんなに精密で良心的であろうとも、やはりこの小説の第一の草案のあたりで本を投げ出すのに最も正当な口実を提供しておくわけである。さあこれで序文は種切れだ。自分はこれが余計なものであるということに全く同感ではあるが、せっかくもう書いたことでもあるから、これはこのままにしておこう。さていよいよ本文に取り掛かろう。ある家の歴史。ヒョードル・パーブロヴィッチ・カラマーゾフ。アレクセイ・ヒョードロヴィッチ・カラマーゾフはこの軍の地主ヒョードル・パーブロヴィッチ・カラマーゾフの三男で、父のヒョードルは今からちょうど13年前に悲劇的な陰惨な最後を遂げたために、その頃、いや今でもやはりこちらでは時折噂に上る非常に評判の高かった人物であるが、この事件についてはいずれ然るべきところにおいてお話しすることにしよう。ここでは単にこの地主が当時では彼のことをこう呼んでいたが、その実彼は一生涯ほとんど自分の持ち村で暮らしたことがなかった。かなりちょいちょい見受けるには見受けるが、一風変わった方の人間であったというだけにとどめておこう。つまりヤクザで放埒なばかりではなく、それと同時に訳のわからない人間のタイプ、もっとも同じ訳のわからない連中の中でも自分の財産に関する細々した事務を巧みに処理することができて、しかもそれだけが心象かと思われるような類の人間であった。例えばヒョードル・パーブロヴィッチはほとんど無一物で世間へ出て、地主とは言っても極めてささやかなものなので、よその家へ行って食事をしたり居候に転がり込むことばかり狙っていたが、死んだ時には現金で10万ルーブルも残していたことが分かった。それなのに彼は依然として一生涯を軍内きっての最も分からず屋の狂気じみた男の一人として押し通してしまったのである。繰り返して言うが、決してバカであったというわけではない。かえってこういう狂気じみた人間の大多数はかなり利口で狡猾である。つまり訳がわからないのである。しかもそこにはなんとなく独特な国民的なところさえ伺われる。彼は結婚して3人の子をあげた。長男のドミトリーは繊細、次の2人すなわちイワンとアレクセイとは5歳の腹から生まれた。ヒョードルの繊細はやはりこの軍の地主で、ミウソフというかなり裕福で名門の貴族の出であった。
持参金付きでおまけに美しく、その上テキパキした聡明な娘、こういった類の娘は現代の我が国では一向珍しくないが、そろそろ全盛期においても現れかかっていた。あんな取るに足らないヤクザ者、その頃誰もがこう呼んでいたと。どうして結婚することができたのか、それについてあまり詳しく説明しないことにする。自分はまだ前世紀のロマンチックな時代に生まれた一人の娘を知っていた。この娘は何年かの間一人の紳士に謎めいた恋をしていたが、この相手と太平無事にいつ何時でも結婚することができるのに、結局どうにもならないような生涯を勝手に考え出して、嵐の夜に断崖のような高い崖からかなりに深い激流に身を投じて死んでしまった。それというのも全く自分の気まぐれによることで、ひたすらシェイクスピアのオフェリアにあやかりたいためであった。それでもし彼女がずっと以前から目をつけて惚れ込んでいたこの断崖がそれほど絵のように美しくなくて、その代わりに平凡な低い岸辺でもあったならば、おそらくこんな自殺などという沙汰は全く起こらなかったであろう。これは紛れもない実話であるが、最近200年なり300年の間にこのような、ないしはこれと類を同じゆする事件は我がロシアの生活において少なからず起こったものと考えなければならぬ。これと同様にアデライーダ・ミウソフの行動は疑いもなく他人の思想の反映であり、囚われた思想に刺激されたものであった。ことによると彼女は女性の独立を宣言し、社会の約束や親戚家族の圧政に反抗して進みたかったのかもしれない。またご丁寧にも空想のおかげで、彼女はヒョードル・パーブロビッチが居候の身分でこそあれ、工場の途上にある過渡期における最も勇敢にして最も皮肉な人間の一人であると、たとえ一瞬間だけにもせよ思い込んでしまったのであろう。その実相手は少年の良くない道化者に過ぎなかった。なおその上に痛快なのは駆け落ちという非常手段を取ったことで、これがまたすっかりアデライーダ・イワノブナの心を引きつけてしまったのである。ヒョードル・パーブロビッチにしてみれば、自分の社会的地位から言ってこのくらいの際どい芸当はこちらから進んでやりたいくらいであった。というのは手段などは問題ではなく、ただただ出世の糸口を見つけたい一心だったからである。名門に取り入って持参金をせしめるということは極めて誘惑的なことであった。相互の愛情などというものに至っては、女の方はもとより男の方にもアデライダ・イワノブナの美貌をもってしてもなお全然なかったようである。かようなわけで、ほんのちょっとでも向こうが色気を見せると、相手がどんな女であろうともすぐにしつこくつきまとわずには置かない咽頭この上もない男で一生を通したヒョードル・パーブロビッチにとっては、これこそ一世一代のおそらく唯一の偶然なことであったろう。それにしてもこの女ばかりは情欲の点から言って彼に何らの特別な感銘を与えなかったのである。アデライーダ・イワノブナは駆け落ちの直後に自分が夫を軽蔑しているのみで、それ以上には何の感情も持っていないことを立ちどころに悟ってしまった。格のごとくして結婚の結末は非常な速さをもって暴露された。実家側がむしろかなり早めにこの事件に諦めをつけて、家出をした娘に持参金を分けてやったのにもかかわらず、夫婦の間には極めて乱脈な生活と絶え間のないいざこざが始まった。これは今なお世間に知られていることであるが、ヒョードル・パーブロビッチは妻が金を受け取るや否や早速25,000ルーブルからの金をすっかり巻き上げてしまった。したがって彼女にとってはこれだけの大金が跡形もなく消えてしまったわけであるが、世間の人の噂によると、その際にも新妻の方が夫よりも比べ物にならないほど高慢な態度を示したという。やがて彼はやはり彼女の持参金の中に入っていた小さな村とかなりに立派な町の家をも何かそれ相当の証書を作って自分の名義に書き換えようと長いこと一生懸命に骨を折っていたが、絶え間なしに厚かましいおねだりや哀願をして妻の心にいわば軽蔑と嫌悪の念頭を呼び起こし、女の方を根負けさせて、ただそれだけで女の手を逃げようと焦っていたのに相違ない。ところが運の良かったことには、ア
派手らいいら岩信長の里方が中に入ってこの横領を抑えてしまった。夫婦の間によくつかみ合いがあったということは全く周知の話であるが、言い伝えによるとぶったのはヒョードル・パーブロビッチではなくてアデライーダ・イワノブナの方だという。彼女は感触の強い無垢密な顔の浅黒い気短な女で、並々ならぬ腕力を付与されていた。とうとうしまいに彼女は三つになるミーチャをヒョードル・パーブロビッチの手に残して、貧困のために泥濁しかかっているある進学校での教師と手に手を取って家出をしてしまった。ヒョードル・パーブロビッチはたちまち自分の家へたくさんの女を引き入れて主食にふけるようになった。またその合間合間にはほとんど県下一帯を回るようにして、会う人ごとに自分を見捨てたアデライーダ・イワノブナのことを涙ながらに訴えたり、その上夫として口にするのはあまりにも恥ずかしい結婚生活の司祭を臆面もなくしゃべり立てたりした。何はさておき、こうして囚人の前で恥ずかしめられた夫という滑稽な役割を演じたり、あまつさえいろんな殉職まで施して自分が被った領辱をこと細かに描き出してみせるのが彼にとっては愉快なばかりか、気休めにさえなったものらしい。なに、ヒョードル・パーブロビッチさん、辛いには辛いでしょうけれど、位を授かったことを思えば満足でしょうに、と口さがない連中が言ったりした。それに多くの人が、彼は時々道化者の面目を一新して人の前へ出るのを嬉しがって一層おかしくするために、彼らに自分の滑稽な立場に気がつかないようなふりをするのだと余計なことまで言っていた。もっともそれはおそらく彼にあっては無邪気なことであったかもしれぬ。ついに彼は出奔した妻の行方を突き止めた。哀れな女は教師と共にペテルブルグへ落ち延びて、そこで極めて奔放自由なエマンシペーションに目的していたのであった。ヒョードル・パーブロビッチは早速慌て出して自身でペテルブルグへ出かける準備をした。何のためにということはもとより自分でもわからなかった。彼は実際その時本当に生きかねなかったのであろうが、しかしこの決心を固めると同時に、彼は元気をつけるために出発の前に改めて思い切り人浮かれするのが当然の権利だと考えついた。ところがまさにこの時であった。妻がペテルブルグで亡くなったという知らせが彼女の里方へ届いたのである。彼女はどうかしてどこかの屋根裏で急に亡くなったのであった。一説にはチフスで亡くなったとも言うが、また一説には飢え死にしたのだとも言われている。ヒョードル・パーブロビッチは酔いしれている時に妻の訃報に接したが、いきなり往来へ駆け出すと、嬉しさのあまり両手を宙に差し上げながら、今こそ重荷が降りたと叫んだという。また一説には、嫌なやつではあったが小さな子供のようにおいおいと泣くので見る目にもかわいそうなほどであったとも言われている。それもこれも大いにありそうなことである。つまり解放されたことを喜ぶとともに、同時に解放してくれた妻を思って泣いたのであろう。人間というものは大抵の場合に、たとえ悪人でさえも、我々がおおよその見当をつけているよりもはるかに無邪気で単純なものである。我々自身にしてもやはり同じことである。2. 長男を追い立てる。言うまでもなく、かような人間が父親として、また養育者としてどんな風であったかは容易に想像がつくであろう。父親としての彼は当然やりそうなことをしたまでであった。つまりアデライーダ・イワノブタとの間に生まれた自分の子供をまるきり見捨ててしまったのである。しかしそれは子供に対する悪意によるものでもなければ、恥ずかしめられた夫としての感情によるのでもなかった。ただ単に子供のことを全く忘れ果てていたからであった。彼が会う人ごとに涙を流し、泣き言を並べてうるさい思いをさせたり、自分の家を乱業の巣窟にしたりしているうちに、三つになるミーチャの世話を引き受けたのは、この家の忠牧、グリゴリーであった。もしもその頃この男が面倒を見てやらなかったなら、子供にシャツ一つ変えてやるものもなかったであろう。それに子供の母方のエンチャも、
はじめのうちこの子のことは忘れていたらしかった。祖父にあたるミウソフ氏、つまりアデライーダ・イワノブナの現在の父は、もうその頃はあの世の人となって、その未亡人、すなわちミーチャの祖母も、モスクワへ移ってそこで重い病気にかかっており、兄弟という兄弟はみんなよそへ嫁いでしまっていたので、ミーチャは丸一年というもの、グリゴリーのもとで下男小屋に暮らさなければならなかった。それにしても、たとえ父親がミーチャのことを思い出したとしても、事実彼とでもこの子の存在を知らずにいるわけにはいかなかった。自分でまた元の小屋へ追いやってしまったことであろう。何しろ子供はやはり報道の邪魔になるからである。ところが偶然にも、アデライーダ・イワノブナのいとこで、ピョートル・アレクサンドロビッチ・ミウソフという人がパリから帰ってきた。この人はその後、長年ずっと外国に暮らしたほどで、その頃はまだかなりに若かったが、ミウソフ家の人たちの中でも異色があり、都会的で外国的な教養があり、後には一生涯ヨーロッパ人になりすましたばかりか、晩年には40〜50年代によく会った自由主義者の一人となったほどであった。その華やかなりし頃を通じて、彼は同時代における内外の最も進歩的な多くの自由主義者たちと交渉があり、プルードンやバクーニンをも個人的に知っており、旧暦時代の終わり頃には48年のパリ2月革命の3日間のことを思い出して、自分もバリケードに参加した一人であると言わぬばかりにほのめかしながら物語るのが大好きであった。これこそ彼の青年時代における最も楽しい思い出の一つであった。彼は昔の標準というと1000人ほどの濃度に相当する独立した財産を持っていた。彼の立派な領地はこの町を出外れたところにあって、ここの有名な修道院の寺所と境を接していた。ピョートル・アレクサンドロビッチはまだほんの若い自分に遺産を相続するや否や、よくはわからないが、何か川の漁業権とか森の伐採権とかのことでこの修道院を相手に果てしのない訴訟を起こしたものであった。彼は僧侶たちを相手取って訴訟を起こすのを公民として、また教養人としての義務だと心得ていた。ところが彼はアデライーダ・イワノブナのことはもちろん今もなお記憶に留め、かつては心を惹かれたこともあったが、この女の身の上をすっかり聞かされ、またミーチャという子供の残っていることを知ると、ヒョードル・パーブロビッチに対する青年らしい義憤と侮蔑を感じながらも、この事件に関わり合うこととなったのである。そこで初めてヒョードル・パーブロビッチなるものを知った。彼はいきなり子供の養育を引き受けたいと申し入れた。彼がその後ヒョードル・パーブロビッチの特徴を示す孔子寮だと言って、長い間語り草にしたところによれば、彼がミーチャのことを話し出した時、相手はしばらくの間一体どんな子供のことが話題に上っているのか、さっぱり合点がいかぬといった風で、自分の家のどこかにそんな小さな息子がいたのかとびっくりしたような顔つきをして見せたとのことであった。たとえピョートル・アレクサンドロビッチの話に誇張があるにしても、しかもなお真実らしい何者かがあったに相違ない。しかし事実においてヒョードル・パーブロビッチは一生涯何か出し抜けに人を驚かせるような芝居を打ってみせるのが大好きで、それも時としては別に何の必要もないどころか、例えば今の場合のようにみすみす自分の損になることさえ厭わないのであった。もっともこうした傾向は一人ヒョードル・パーブロビッチばかりに限らず、多くの人、時にはかなりに聡明な人にさえもありがちなものである。ピョートル・アレクサンドロビッチは熱心にことを運んでヒョードル・パーブロビッチと共に子供の貢献にまでなってやった。というのはやはり母親が亡くなっても小さな持ち村や家作や辞書などが残っていたからである。こうしてミーチャはこのまた叔父のところに引き取られたが、この人は自分の家族というものがなく、領地から上がる金の受け取り方を考慮の憂いのないように処理すると、すぐにまた長逗留のために大急ぎでパリへ立ったので、子供はこの人のまたおばの一人でモスクワに住んでいるある婦人のところに預けられた。ところがパリに住み慣れてミウソフは
この子供のことを忘れてしまい、負けても彼に思いもよらなかったほどの強い感銘を与えて、もはや一生涯忘れることができなかった。あの2月革命で起こった時にはすっかり忘れ果ててしまった。モスクワの夫人もそのうちにあの世の人となって、ミーチャはよそへ片付いている夫人の娘のところへ移った。やがて後に彼はもう一度よどめに自分の巣を変えたらしかった。が今はそんなことにまでは触れないでおくことにしよう。いずれこのフィョードル・パーブロビッチの長男のことはまだいろいろと物語らなくてはならないから、今はただこの小説を始めるのに書くことのできない極めて緊要な消息だけにとどめておこう。まず第一に、このドミトリー・フィョードロビッチはフィョードル・パーブロビッチの3人の息子のうち、自分はとにもかくにも若干の財産を持っているから、定年に達したら独立することができるという確信を持って成長した唯一の息子であった。青少年時代はぬらりくらりと過ごしてしまった。中学校も中途でよして、ある陸軍の学校へ入り、後にコーカサスへ行って任官したが、決闘をやったために位を落とされ、後にはまた元に帰ると今度はひどく放蕩をして、比較的多額の金を浪費した。ヒョードル・パーブロビッチから仕送りを受けるようになったのは定年に達してからのことで、すでにそれまでにかなりの借金をしていたのである。自分の父ヒョードル・パーブロビッチを初めて見知ったのはもう定年に達して後のことで、自分の財産のことを相談するためにわざわざこちらへやってきた時のことであった。どうやらその時から自分の父親が気に入らなかったらしく、長逗留もせずに大急ぎで立ってしまった。ただ父からいくらかの金をもらって、これから先領地から上がる収益を受け取る方法について少しばかり協議をしただけで、彼は自分の領地の年収額も価格もヒョードル・パーブロビッチから聞き出せずにしまった。これは注意しておかなければならない事実である。ヒョードル・パーブロビッチはその時初めて会ったばかりで、ミーチャが自分の財産について誇張した不正確な考えを抱いていることを見て取った。これも記憶しておかなければならぬ。ヒョードル・パーブロビッチは特殊な目安を置いていたので、このことにすっかり満足した。この若者はただ軽はずみで乱暴で愛欲の強い気短な放蕩者に過ぎない。だから時たま少しばかり握らせさえすれば、無論ほんの当座だけのことではあるが、たちまちおとなしくなってしまうものと断定した。そこでこれをいいことにして、ヒョードル・パーブロビッチは時折ほんの申し訳ばかりの仕送りをしてその場を逃れていたが、ついにそれから4年の後、ミーチャは堪忍袋の尾を切らして、きれいさっぱりと父親との交渉を片付けるためにまたもやこの町へやってきた。さて来てみると、自分にはまるきり何の財産もないことが分かって少なからず驚いた。今ではどれくらいあったか勘定するのも難しいが、自分の全財産の価格に相当する金はすでに全くヒョードル・パーブロビッチから引き出してしまって、ことによったら父親に対して借りさえあるかもしれず、これこれの時に彼自身の希望によって取り結んだこれこれの約束によって、彼はもう何一つ要求する権利もなくなっているなどということが分かったのであった。青年は愕然として、嘘ではないか語りではないかと疑い、ほとんど我を忘れてまるで気でも違ったようになってしまった。実にこの事情が一大破綻への導火線を成したのであり、その前後の叙述こそは自分の第一の叙述的小説の主題というよりは、その外面的な方面を形作っているのである。しかしこの小説に取り掛かる前に、さらにヒョードル・パーブロビッチの次男三男、つまりミーチャの二人の弟についても物語っておかなければならぬ。また彼がどこから現れてきたかということも説明しておかなければならぬ。